おはようございます。佐藤信也です。さあ本日は第64回ガチサバということで、東京都中野区にありますグランパ中野さんに来ております。はい、それではまずは下見の映像からご覧ください。どうぞ。明日がですね11月の8日ということで、お客さんがねかなり多いなんですよ。なので下見しても下見して狙い台を絞ってもなかなかねその台に座れない可能性はあるんですけど、まあ狙い台をね明日のために絞るためにも一応下見やっていきましょう。で今カメラ回してますけど、カメラ回す前にぐるっと見て回ったんですけど、多分ね前日昨日が窓通がね前代系だったんじゃないかなと思って、これが昨日 で、5台あるんですけど、5台ともね結構しっかり回数がついてるんで、ね、しっかり回されてるし、これはね可能性あったんじゃないかなと思いますね。で今遊戯されてる角にもしっかり回数ついてるんで、多分昨日はね窓通が全台だったんじゃないかなっていうふうに思います。で一応この窓通が移動台なんですよ。これ場所が変わってきて、でその移動台とか寝台系、今でいうとこのチェーンクロニクルとか、あとは戦国乙女、これも寝台で入ってるのかな、あとはプラネットとか結構何台か寝台があって、あやっぱいい感じですね。鏡とかの時もそうだったんですけど、6号機に移るとか 5.9 に移るとか、そういう移行の時ってその機種割と強めなんで、そうですね、なんかそんな感じだから明日の狙い台は寝台とかその移動台あたりを狙いたいんですよね。個人的にちょっと気になってるのがこの辺の島で、ロックマンね、僕来た時この間、前2台あったんですけど、2台とも H 角画面、あ、じゃあ、6H 角画面が2台とも出てたのかな。ただ1台に減らされてるんですけど、その、島の近く、2個隣に、北斗のね、これ入ってるんですけど、これもね、一応ね、寝台で入ってるんですよ。で割とね最近3台並びとかで入ってることが多いので、可能性としてはここら辺塊で入る可能性とかあるんじゃないかなとか、あとは偽物の寝台の3台とか、デュエルドラゴンで、明日はさすがに基本的にリセットがかかってると思うんで、ただね前日じゃない時もあるんで、そこら辺はしっかり見とかないといけないんですけど、明日はそういう期待値があるところを打つんではなく、もうピンポイントというか設定狙いで、うん、乗るか反るかの勝負をした方がいいのかなというふうに思いますね。じゃないと後半が多分もうどうしようもなくなるんで、もう1台目が本当勝負、1台目が勝負なのと抽選、己の危機にかかってますね。明日はそんな戦いになるのではないかというふうに思います。まあ前日の、ね、データあんまり気にしてないので、移動台とかあとは寝台、その辺が強いのかなというような感じですね。まあ狙いどころとしては塊がいくつか多分あると思うんで、その辺も狙っていきたいので、まあ何か何台か、なんか良さそうな台があって隣が空いてたりしたらその辺は狙っていこうかなと思うんですけど、まあ、まずは抽選よ。座りたい、なんとか朝一台で一発つも、それに期待して今日は頑張っていきたいなというふうに思っております。それでは第64回ガチサバスタートです。頑張るぞ。さあ抽選です。並びがねめっちゃ多いんですけど、何人だろう、台数以上確実にいますね。おはようございます。お願いします。あーなんとも言えない、いい番号、真ん中ぐらい、わ悪くはないですね。まあ選べるって言われたら選べないけど、マイクの付け方おかしいんですよ、まあ、そう耳にかけてんですよ。それは前々から昔からそうだよ。はい、どうも始まりました第64回ガチサバ、実況私ピスタチオ田中とです、よろしくお願いいたします。人は意のない話からガチサバスタートします。はい、やっぱりこの辺ね、取られてる
シーズーだ、シーズー、大好きなシーズーいきましたね。はい、1代目はですね、コードギアス C2 ということで、シーズーの真似してたよ今。え、しましょう、佐藤氏がしてた、あのお祈りのシーズー打っていきたいと思います。ガックはしましたね。前日の出目は見てないですけど見てないんかい。C2 スタートか、ちょっとできれば信頼系打ちたかったのはあるんですけど、まあ C2 甘いし危ない。早速危なくはないよ。当たりましたなんだそれめっちゃ早いぞ。10ゲーム、リプレイで当たりましたね。はい、ミドルボーナス、いいね、早いね。12ゲーム、さあミドルゲーム中は、ビタ押しして、まあ正直ね、設定推測する上であんまりここの画面は金枠が出ない限り、参考にならない。ですけど一回も出なかったマジで初めてですね。シーズン打ってきた中で初めて一回も画面出なかったっすまあいいけどさ、そんなに当てにしてないかな。初めてですね。確かね 50% で画面出るはずなんですけど、何かしら青とかピンクとか、あと、まあ、金枠僕は見たことないですけど、あんな出ないなんてね。うん、RT50 ゲーム消化しました。外れ1回ですね。現状あまりよろしくない。あ、危なかった、こぼしたかと思った。これ突然来る、あー強いよこれ。いや突然来るを言い訳にしてますけど、さとし君もうこれ1こぼしでいいですからね。R2 もそうだけどさ、ギアスのはあの第1ステージで変わってくるからさ、演出がだからこぼしやすいよね。俺だって R2 しょっちゅうこぼすもん。個人的にもうないかなと思ってますあのね、まだ200ゲームしか回してないですけど、多分ない。いやちょっと怖くなってきたわ。いやまだね200ゲームぐらいしか回してないんで、まあ、しょっちゅう分かんないは分かんないんですけど、この台がダメだった時どうしようっていう不安が、まあ、正直今日はねなんかいろいろ考えて狙い台も絞ってはきたんですけど、自信はないんですよ、読めなくて。大体やっぱガチサバの収録するときっていろんなこうプランを立てるんですけど、まあ、抽選悪かったときはこういうふうに動いてとか、でまあ最終的に収支残せたらいいなとか、なんかいくつかねこう考えるんですよパターンを。あー今日は難しいよ本当。まあ、ピンポイントで狙うというよりは、そういう信頼とかに座って、挙動を見てどうかみたいな、そういう部分が多いんで。あっ、立ったかな。まあ、ただ205ゲーム、通過投資が 4K。一応高設定ほど出やすい画面ですけど、あんまり当てにならないこの辺も。現状ですね、 RT100 ゲーム消化して外れ1回、外れ確率は非常に悪いですね。これ今のところいいのはスイカ確率ぐらいかな。チェリーは1回も出てこない。
いや今ので何も言わないのずるいでしょ、コシさん。何が？だって中リール敵投手だったじゃないですか今。分からないの、ささっと止めてたかもしれない。あ、当たってる、やった。気持ちいい。追加かな？どっちだ？一応リプレイも可能性あるか。追加、232ゲーム。追加投手 5K でトータル10本ですね。さあ後ろのね絆なんですけど、バジリスク絆、朝一ね500ゲームハマって、リセット天井を食らってる方がいたんですけど、その方がそのリセット天井終わった BC 終わってからね50ゲームでフリーズ行きましたよ。すごいね、羨ましいわ。やっぱそういうの見せたい俺も。リロックまで、リロックしないかな。リロックするとしたら全然期待と違うからね。スレムギアス、あーでも当たってる可能性がある。ベルーよくあるやつ。はい、150ゲーム消化して259枚。よくないね。いいところが今のところあまりない。いや、機材ないっすね。ジャグラーのなんかやっぱりガッサンのやつぐらいしか。まあそうなるわな。やっぱりガッサンのやつ打てないですからね、さすがに。ですね、今798ゲーム回したんですけど、レギュ1回、レギュラー2回で、小焼きがね、ベルが 7.75 分の1、でスイカが114分の1で、チェリーが266分の1で、もう全部ある思い1だこれは。さすがにね、このデータじゃ打てないのでやめましょう。ただ、空き台が1台もないので長期戦になるかもしれませんけど、まあ、諦めずに頑張っていきたいと思います。だいぶきついな。はい、時刻今13時ぐらいなんですけど、今日ね、だから店内状況としてはいつもよりジャグラーのベースが高そうな気がしますね。あと塊でこんな感じで3台ぐらいね並んでる感じ。ガチサバってあれですよね、パチンコ打てないですもんね、よく考えたら。でも設定付きパチンコもあるわけじゃないですか。なるほど、だからそれ狙ってほしいですよね、ガチサバで。確かに今後はそれもありだよね、はい、設定狙いで本当にありだと思います。ここの3台ですね、合算良さそうのが115分の1、131分の1で124分の1と。でファンキーがここかな、この辺の塊、130分の1、99分の1で131分の1。はい、で1台空き台があったんですけど、このデータ的にはね悪いんですよ。今1300くらい回って258分の1なんですけど、そのねお隣とお隣がめちゃくちゃいいんですよね。95分の1と106分の1で、しっかりレギュラーも引けてるんで、もし塊があるんであれば、まあ、この辺もワンチャンあるんじゃないかなっていうことで、今のところデータは悪いんですけど、ちょっと触ってみようかなというふうに思います。現状もうね9割5分ぐらい、95% ぐらいの稼働率なんで、まあ空き台がね数台しかない中での1台これにします。さあ2台目は並びで挙動のいいジャグラーのアニバーサリーですね。並び狙いはいいんじゃないですかね、他のとこも強そうだしね。1293ゲームで282ゲームスタート、1290ちょいでビッグ2のレギュラー3、まあ、普通だったら打たないよねこの確率だとね。朝一500ハマってる台です。今までグランパ中野店さんに来てジャグラーがなんか5、6めちゃめちゃ使ってるなみたいな印象はそんなに受けたことはないんですよね正直。
中間設定をうまく使いながら稼働を上げていくスタイルだと個人的には思ってるので、正直ね、このザクラを攻めるっていう手はボールを攻略する上ではねちょっと難しい、正しいとは言えない立ち回りかもしれないんですけど、今日に限って言えば並びで何台かね入ってそうな雰囲気を感じるので、攻めてみてもいいかなとは思うんですけど、これ結果出るかどうかは分からない。これでしっかり結果出したらいい立ち回りができたなってなるけど、ちなみにこの台の前日のデータが6520回ってビッグ39のレギュラーが24で、ガッサが103分の1で、5000枚出てるすごいね。おー来たー、先手刈り。はい、ビッグ478ゲーム投手が、8本ですね。まだまだ4連チャンで取り返せる。とりあえず一発目のボーナスがビッグだったんでよかった。最近あんまりね、ジャグラー打つ機会ないので、ジャグレンっていうものをねしばらく味わってないんですよね。怒涛のジャグレンを期待したいですね。現在総投手が足数のも合わせて18本でしょ。サクッとビッグ5連ぐらいしてくれたら気持ちいいんだけどな。うわ、びっくりした。あ、やっぱりジャグラーの学校はビビるね。いつになってもビビる。66ゲーム。お、いいよいいよ、いいんじゃない。あ、どっちだ。あ、ビッグいいっすね。あ、これ来ましたよ。ゾロ目で当たったからさ、 BGM も違う。テテテテレレレレテテテレレレテテテテレレレレだ。わかったわかったわかった。あ、聞いたことある、聞いたことある。題名とかは分かんないけど、曲のタイトルは分からんけど聞いたことある。馴染み深い BGM だね。なんかさ、パツロの BGM ってよくそのオーケストラっていうのかな、クラシックっていうのか、ちょっとなんて言ったら分かんないいいか分かんないですけど、そういうなんか名曲で使われてたりする。あー、6ゲーム。俺の方が早かったな、気づく。早いよ。コシさんの勝ちですね。ですけど、もう揃えちゃいますね。はい、レギュラー。まあ単独レギュラーなのか、チェリー重複なのか。昔はもっと、おい、おい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 、来ましたよ、58ゲーム。素晴らしい、素晴らしいよ。アイビッグ積もっちゃったかな。いよいよ、いやでもね、もしこのジャグラーで僕が上を積もってたとしたら、これは褒めてほしい。本当にこの稼働でよくその台を打ったな、よくそこにたどり着けたよって、本当そこはね、もう純粋に褒めてほしいよ。星さん、ピス、あなたたちは率先して褒めなさい。現在307ゲームハマり。いやー、さっきまで連チャンしてたのにな。あの勢いはどこへやら。300ハマりですよ。300ハマるとね、やめたくなるんだよな。わかるかなこれ。うわー来た、びっくりした。365ゲームですね。
はい、レギュラーちょっとハマっちゃったんでね、ここは早めのペカリをお願いします。あれ右の段空いてるじゃないですか。移動しよう。隣の台が空いたんでこっちに移ろうかなと思います。で現状この台が2500円くらいもあって合算が119分の1。 EX したね、来ました。で僕が今まで打った台が、まあ、こんな感じのデータなんで一応塊狙いで座ってはいるものの、かなり良くないですか。塊じゃなくて単品で入ってる可能性も高いですし、まあ、データもいいんでこっちに移りたいと思います。さあそれでは打っていきたいと思います。2台目アイムジャクライ XAE、 一応前の台での収支は、まあ、持ち玉今400枚ぐらいなんで、400枚ないかな、300、400枚ぐらいかな。なのでさっき打った台ではトントンぐらい。だからこの台ね、打ってた人ブドウカウントしてたと思うんで、あんまりその辺も良くなかったのかな。まあ、最初持ってた2000枚近くの出玉が半分になって心が折れてやめたのか、それともやっぱ挙動も含めて良くなかったからやめたのか。現状合算はいいにしてもその辺がね、もしかしたら悪かった可能性はあるんで、光った257ゲームいいぞ。持ち玉で当たりました。ビッグでお願いします。あーレギュラーか。あれよし、やっとようやくビッグ。あれ追加投資が、1K。 あの打法あれだよ、あの音声認識打法だこれは。おーいおーいってやつ、僕は多分あれだと思います。今のところね、ブドウはいいですよ。ブドウはいいんですけどボーナスがちょっと重いんでやっちゃいますか、コーシャン打法。今回はね、一体どんな画像が一番効果あるか、その辺をね、検証していきたいと思います。顔はね、これいつ撮ったの？収録したんですよ。ガチ乗りかな？ガチ乗りした時の帰りの電車の中で爆睡してるところをね、私が激写しました。すごいでしょ、これ。サトシと電車一緒に乗ったことあったかな。サトシ君マジこういうのマメに撮るんですよね。この辺をちょっと検証していきたいと思います。何も夫婦だ、この画像面白いね。なんだこいつ、ずっと見てたら笑けてくる。わー、来ました。124ゲーム早い。ちょっと100ゲームは超えてしまいましたね。あ、微妙だなこの画像は。やっぱ寝てるからかな、目開いてないとダメなのかもしれんな。あ、でもビッグはビッグっすね。どういうことです、ビッグはビッグって。まあ1枚目の結果は124ゲームでビッグ。携帯がない。俺携帯どこやりましたっけ。あ、これか。嘘嘘でしょ。でデータメモろうと思ったら携帯がないなと思って。嘘でしょそれ。恥ずかしい、これは恥ずかしいよ、もう禁止だこれは。じゃあビッグ消化し終えました。それではね、2枚目の画像で検証したいと思います。今度はこれ。これはね、ジャグラーとの相性がかなり良さそう。やっぱジャグラーのこうゴーゴーランプのギラギついてる光とこのはしゃいでるコシさんの画像はね、相性かなりいいのではないかなというふうに思います。
この画像はあれですね、2、3回前のガチサバで窓曲げ打った時にこの画像を使ったんですけど、その時はあれだね、確かホムラ揃いしっかりしてくれて、陸中に使ったのかな、陸中に使ってホムラ揃いをしっかり引いてくれたっていう。頼むぞ。消えた。おお、やめた。162ゲームですね。162ゲーム。ああ、ちょっとさっきよりは遅いっすね。遅くないよ、ハマってないよ、全然。パリピアン遅い。あ、レギュラー、これダメだ。これは効果なし。どの画像勝手に使ってダメだって。どうした、コシさん。やっぱこれよね。やめろって、それ使うの。これよね。マジでさ。早めに光ってほしい。で、今までと一番違うのは、目を見せているところ。今回はしっかり目を見開いてるんで、その辺が、今までと違うところ。さあどうでしょう。いや、めっちゃ余っとる。全然光らない。ジャグレンすらせん。わあ、追加投資。ああ、全部飲まれちゃったのか。なんてことだ。いまだかつてあっただろうか、コシアンダホーでこんなことが。これもコシさんのせいですね。いやいやいや、絶対俺のせいじゃないでしょ、こんなの。わあ、当たった。やっと光った。あのね、全然ダメ。コシさん、全然ダメですよ。457ゲーム。うわー、危ねえ、ビッグだった、よかった。いやー、もうジャグラーとの相性が悪いのかもね。参ったわ。あー、もう空気読んで、ほら節電モードに変わりましたわ。はじゃないよ、はじゃないよ。何笑ってんの、大先輩やぞ。はい、ちょっとね、もうこちらの方はジャグラーに通用しないってことが分かったので、最後にね、ちょっと、まあ、僕の友達なんですけど、あの周平君っていう僕の友達なんですけど、周平君、じゃあまあ確かに一般のお客さん目線しないとね。この周辺の方で試したいと思います。ちょっとあの一般の方なんで、一応目元にはあのモザイク入れてますけど。確かに。出してこの周辺の方が結構 A タップとか好きなんでね、周辺君は仲いいんですよ。僕のね、あの来店とかも遊び来てくれるんで。まあ性格で言うと結構うるさめですね。よく喋る。声でかいですね。小太りです。ね、まあそろそろさすがに寒くなってきたんで半袖ではないと思うんですけど、まあ基本的にね、半袖半ズボンで B さん、まあ、そんなスタイルで普段から生活してるようなタイプで、年中半袖だよ。ああ、ほら勝った、ほら、こいさん43ゲーム、ほら。これ一般人の一般人の周平君でしょ、これ。だってあれあれあれ、これ時代は周平君か。いいぞ。あ、間違った、レギュラー。周平君レギュラーだったな。いいぞ、43で当たったことにこの周平君は意味があったと。何してる、はい、ここはビッグでしょねえ。はい、いや、周平君で終わるのはダメじゃないですか、こいつさん、さすがに。ザグラ3809ゲーム、前任者と合わせて回して、ビッグ13のレギュラーが14。
で、カスタが141分の1。まだ、まあ、打てるは打てるんですよ。ただね、天皇の状況的にちょっと追いかけるのも怖いなっていう部分はあり、ではここでちょっとやめようかなというふうに思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。ただいま実戦の方を終了いたしました。それではまずはね、趣旨の方から発表したいと思います。本日の総投資が1128枚、そして回収が210枚ということで、収支の方がマイナス918枚という結果に終わりました。いや、久しぶりに負けましたね。まあ、朝一、まあ、番号 そんなに良くもなく悪くもない番号を引き、まあ信頼系打ちたかったんですけど、その辺は空いてなかったので、C2 を打ちました。まあ下も甘いし、設定も割と使ってるのではないかなという傾向が今まで感じていたので、シーズを打ったんですけども、僕が打った台はもう全部低設定ですね。全部低設定の値でした。公約も悪かったし、いいところは全くなかったですね。なので早めに見切って、その後はちょっと桶に回ってたんですけども、起きる過ぎになってジャグラーが割といいかなと思ったので、ジャグラーの島をしっかり見てたんですけど、そしたらちょっと塊で入ってそうな部分が1個空いたので、そこに移ったんですが、ちょっとそのさらに隣の履歴も異議台が空いたので、それを最後は打ち切ったというような実戦内容でしたが、どうなんだろうね、なんとも言えないですね。はい、ということで今日はふわっとした実戦で終わってしまいました。前もね、ここで収録させていただいたとき同じようなこと言ってたかと思うんですけど、なかなかこう勝てるビジョンが自分の中で形作れないので、非常に難しい実戦になってしまいました。一応プラスで積み重ねてきてたので、まあ今日の負けはまあしょうがないかなと割り切って、次回以降また頑張って立ち回っていきたいなというふうに思います。それでは第64回ガチサバこれにて終了です。またね。さあ、これで第64回ガチサバが終了したわけでございますけど、皆様いかがだったでしょうか。コシさん、まあしょうがないわな。まあ朝一の抽選勝負なんですけども、勝ったは勝ったんですけど、その後が、うん、この人数とこの数だともう第一騎士外した時点でもう白黒ついちゃってるからね。そうっすよね。そう、まあでも3連勝と好調だったんで、この敗北痛いかなと。まあしゃあないっすわ。まあそうですね、うん、これはもう多分みんな同じ結果になると思うよ、誰がやってもね。確かに、うん、で、天皇状況なんですけども、佐藤志君がデータで、はい、グラフで調べたところによると、うんうん、お店の傾向的にはセイヤ、うん、あとはスーパープラネット SP、うん、デュエルドラゴン、うんうん、で、まあ、三大設置の機種が、まあ、塊で強かったかなといったところで、まあ、セイヤはね、僕らグラチャンで中野さん行ってる時も毎回って言っていうぐらい強いからね。そうですね。要は六角とかも出ますからね。まあ、エビアンコウサメ相当出ますね。うん、まあ、聖夜はね、いいとして、プラネットとデュエルは結構意外なところに入ってる感じでしたね。そうですね。うん、これだったらもしかしたら逆にちょっと遅い番号で、ああ、もうこれしか空いてねえやぐらいの勢いでもになったら、座ってたかもしれないですね。確かに、うん、でもサトシ君スーパープラネット SP はさすがに取ってたんじゃないかと思いますけど。まあ確かにね、はい、でまあ、ちなみにジャグラーに関しては、まあ、たまたまの引き強で前任者の方が辞めていた、うん、行かれたのかなといったところで。なるほどね、はい、というわけで今回はマイナスの918枚ということで、サマイと合わせると合計がプラスの 11,942 枚と、うん、9勝6敗となりました。まだまだ全然しっかりプラスだし、勝率もいいし、いいんじゃないですかね。まあ、よく900枚で済んだなと思ったけど、まあ、そうっすね、うん、よく考えたら。そうそう、これはね、逆によく900枚で抑えれたなっていう、こうプラスでいかないとね。空いた ATR D 機にポッと座って爆死っていうことも考えられましたからね。まあね、この状況だと、うん、ね、まあ、そこはよく抑えれたかなと思います。はい、というわけで、はい、まだまだプラスには余裕がありますので、次回も、頑張ってほしいですね。はい、それではまた次回のガチサバでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。